第11代ポルター語公爵アルフォンソ・カベサでカイ、レートンはスペインの貴族、レーシングドライバー、ボブスレイ選手。一般にはアルフォンソでポルター語として知られている。1957年にミッデミリアのレース中に観客を巻き込む大事故を起こして亡くなり、それがきっかけでミッデミリアは終了を余儀なくされた。ロンドンで生まれ、フランスのビアリッツで教育を受けた。 四カ国語に長じていた。ポルター語は、祖先に探検家アルバルヌニエス・カベサデバカのほか、マドリード総督などがいる、スペイン有数の貴族の出であり、大富豪であった。父アントニオ・カベサデバカは、彼が幼い頃に、ポロの試合で、ハーフタイム中に亡くなっている。母、オルガ・レートンは、アイルランド人の看護師で、前夫フランシス・ジョン・マッキーとの間に、ソルという名の娘がいた。 ソルは後に結婚し、レース界で有名になったが、2017年に亡くなっている。フランシスはアメリカの金融会社ハウスホールドファイナンスの創業者で、オルガより40歳以上も年上だった。彼は死での病のため自殺し、オルガにその莫大な財産を残した。ポルターゴは17歳の時に橋の下を飛行機でくぐるかけをして飼っている。 また、エントリー競馬場のグランドナショナルに、新種枠で2回参加したが、身長183センチメートル、体重77キログラムという体育のため体重を落とすのに苦労したという。1957年、ハバナでのキューバグランプリで、落下サでベネフィセンシアの前で旋回する、ポルター語の車ポルター語は、1953年に、アメリカのフェラーリ輸入賞。 ルイジ・キネッティに、彼らパナメリカーナメヒコで、小ドライバーになってもらえないかと打診されたのをきっかけに、レースに参戦するようになった。ポルターゴは1954年に、ブエノスアイレス 1000km レースに、自前のフェラーリスポーツモデルで単独でエントリーしている。その後、ツールド・フランス・オートモビルや、オポルト・グランプリのほか、ナッソー・ガバナーズ・カップなど、6レースで優勝を収めた。 ナッソーでは1956年冬のレースで全車にわずか数センチにつけて時速240キロメートルで失踪するというゲートを披露している。この時は全車のドライバーがブレーキをかけたため2台が180メートルに渡って滑走した。ポルター後はレースのたびにブレーキやクラッチ、トランスミッションあるいは車そのものを壊しレースを完走するために何台か 車を乗り換えることも多かったことから、スポーツカー愛好家から、ツーカーマンと呼ばれていた。ポルターゴは1956年7月1日に、会一にも参戦し、5戦出場している。最高成績は、ピーター・コリンズと車両共有で出場した1956年、英国グランプリでの2位で、チャンピオンシップポイントを計4ポイント獲得している。1953年には、 ルイジキネッティと共に彼らパナメリカーナメヒコに参戦した。シルバーストンサーキットで行われた1955年イギリスグランプリでポルター後はオイルパッチに入ってコントロールを失い時速 140km でマシンから放り出されたため足を骨折し入院した。彼はボブスレー選手としても活動した。コルティーナ・ダンペッツォで開催された1956年 冬季オリンピックでスペイン初のボブスレーチームを結成するためにいとこ数人に声をかけた。実際のところ、ポルターゴはソリ2台を購入する前でさえスイスで2、3回練習したことがあるだけだった。しかし、驚くべきことにポルターゴを操る、2人のリソリは3位にわずか0.16秒差の4位となった。ポルターゴがボブスレーに取り組んだのはウィスコンシン州。 ベロイト出身のアメリカ人、エドムンド・ネルソンに紹介されたのがきっかけだが、後に彼とツールド・フランスオートモビルで優勝を目指して、チームを組んでいる。1957年には、サンモリッツで開催された、世界選手権で、二人乗りで、銅メダルを獲得した。カブリアーナにある、追悼碑。ポルター語が最後を遂げた、ミッテミリアでのクラッシュ事故地点に設けられている。 ポルターゴトコドライバーのエドムンド・ネルソンは1957年5月12日にミッテ・ミリアでゴーイとウイディッツォー・ロカンの直線コース走行中にスタートゴール地点であるブレシアから約 70km のカブリアーナで事故のため死亡したこの事故で子供5人を含む観客9人が巻き添えになって亡くなった3位につけていたポルター後のフェラーリ 335S のタイヤが 突然パンクし、車は沿道の群衆めがけてスピンしながら飛び込んだ。パンクした時点で、ポルター号は時速240キロメートルで飛ばしていたため、車はまず道路左側の運河を飛び越え、その先で跳ね返って、再び運河を飛び越えて戻ってきた。亡くなった子供のうち二人は、ポルター号の車が跳ね飛ばした道路の利点表が当たったという。ポルターゴとネルソンの遺体は、 逆さまになった、フェラーリの下敷きになって、ひどく痛み、ポルター語の体は、ま、うたつになっていた。T.C. ブラウンは、アルフォンソでポルター語がコースについて、フェンスに駆け寄り、リンダクリスチャーにキスをしてからフェラーリに戻って、走り出したとき、彼自身と子ドライバー、10人の観客、そして、ミッデミリアの死という、避けられない運命が始まったと書いている。 以前ポルター語は、私は事故で死んだりはしない。年老いて死ぬか、何かの冤罪に巻き込まれて処刑されるかのどちらかだと話していたが、ネルソンは、ポルター語が30歳まで生きられはしないだろう、と反論している。ネルソンによると、ポルター語がレースに出るたびに、車のフロントには、シワが入る。観客を、時速130マイルで、こっつき回しているからだという。 ポルター語はこの時28歳で、ネルソンの言葉通りポルター語は30歳を迎えることはなかった。サンモリッツ・ツェレリーナ、オリンピック・ボブスレーコースにあるポルター語カーブは、彼が設立した財団がトラック株の改修に尽力したことに敬意を表して命名されたものである。また、スペインのハラマサーキットでも第7コーナーがポルター語カーブと呼ばれている。1949年、 20歳の時にアメリカの元モデルキャロル・マクダニエルと結婚した。マクダニエルはポルター号よりも年上で二人の子持ちだったが結婚までお互いほとんど知らない同士であった。その後事前活動家のミルトン・ペトリーと結婚している。写真家アンドレア・ポルター号は彼の娘で1977年6月のアンディ・ウォーホルのインタビュー誌の扉写真を撮ったことで 知られる。1954年生まれの息子アンソニーは、株式仲外人であった。アンソニーは1973年に、ドイツの貴族ヘンリック・フォン・シュルバフ派の娘で、募金活動家、衣装、セットデザイナーのバーバラと結婚したが、1978年に、離婚している。彼女のケーフ・ジェラルド・ファンデル・ケンプは、ベルサイユ宮殿の修復にも携わった、学芸員であった。 娘バルバラでポルターゴは1984年に俳優で劇作家のジェイソン・ハリソン・グラントと結婚したが離婚し1991年には投資銀行家のウィリアム・ジェームス・タパートと結婚したが1994年には再び離婚している。キャロル・マクダニエルとポルターゴは離婚競技中だったとされる。このためポルタゴはメキシコで11歳年上のファッションモデルの ドリアンリーとの結婚を正式なものにしようとしていたという。リーは1954年にポルターごとの第一子を流産しており、1955年9月27日に息子、キムを出産した。一方でポルターごは俳優タイロンパワーの元妻で女優のリンダ・クリスちゃんとも交際していた。ありがとうございます。